マリュータ・スクラートフとイヴァン4世、グリゴリー・ルキアーノビチ・スクラートフベリは、モスクワ・ロシアの秘密警察オプリーチ・ニキ隊の隊長。一般的には、マリュータ・スクラートフの名で知られる。地方の貴族出身だったマリュータ・スクラートフは、サーリー・イヴァン4世のオプリーチ・ニキの中でも優れた行動力を示したため、サーリーからの彼への信頼は、とても厚く、後に、 オプリーチニキの部隊が6000人規模になると、彼はその隊長に任命された。その一方で、オプリーチニキとしての残虐さは変わらず、1569年には、イヴァン4世のいとこで、王位請求権を持つとされていた、スター・リザコウ、ウラジーミル・アンドレービチをはじめとする多数の貴族や、モスクワフ主教フィリップにセイラ聖職者を処罰、処刑した。 1571年1月には、ノブゴロドの住人らに反逆の意があるとして、数千人を虐殺したが、この虐殺によって、オプリ一チニキの活動は、下火となり、1572年にオプリ一チニキは解散となった。また、同じく1571年には、ロシア軍が、デブレト一世儀礼率いるクリミア半国に敗れた、原因の調査に当たった。 翌1573年、リボニア戦争に従軍して、バイセンシュタインで戦死。ボロコラムスクのヨシフボロコラムスク修道院にある父の、墓のカターラに埋葬された。また、1570年あるいは1571年には、娘のマリアスクラートバベリスカヤを、当時まだ無名だったオプリーチニキ隊員、ボリス・ゴドゥノフに嫁がせている。ボリスは、この結婚により、 後に正解に進出するきっかけをつかむこととなり、後に、サーリとなる、第一歩を踏み出すこととなった。ありがとうございます。